この入り具合って、うん、俺が探してたやつかもしれないですよ。見つかりましたね。ほんまに。いやでもほんまにアームの軽さが全然違いますよね。これすごっ、うん、サイトとかにつけようかな。これも載せられるんですか。タットアンカーを一回見てみた方がいいかもしれないですけどね。ちょっとチェックしてみます。すみません、はい、あのギター取り付けできますね。今日つくんですか。今日つきますね。時間はそんなかかんないですよ。マジですか。かかんないですね。買いますわ。あらはい、できました。マジですか。マジですか。この全くこれをつける気がなかったにもかかわらず今日来てこんな感じでどうですか。おお、めっちゃ違和感ない。違和感ないっていうか自然ですね。めっちゃ自然っすね。もう前からあったかのような感じですね。それぐらいなんかナチュラルにはまる。すげえ。何分ぐらいですか。もう10分とか15分ぐらい、ね、すいません、ありがとうございます。弾いちゃってもいいですか。これやっちゃってください。これちょっともうバズるんじゃないですか。これいやバズってほしい。かっこいい。かっこいいですね。なんかマット塗装になんかそう合ってますね、色もね。なんかもうこういう感じで出会っていくんですよね。そうですね。なんか多分女性とかもそんな感じじゃないですかね。おほ、そう思いますね。なんか運命、運命みたいな。でもなんか楽器とかも結構そういうのあるじゃないですか。まあそうですね。行ってパッてこう、あ、いいねみたいな。おお、あのまんまよ。そう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 。ねえ、ちょっと俺思ってたのは、うん、もしかしてこれ俺のやつにつけたら、はい、なんかちょっと違くて、うわーみたいな思うかと思いきや、うん、あのまんまっすわ。うわ、すごっ。すごくないですか。さっき動画撮って散々すごいって言ったにもかかわらずまだ言い続けるんだよ。へえ。ちょっとやってみますわこれ。あ、音どうですか。音、音確かに、はい、変わる感じですよね。このスパって抜ける感じになってるような。すごい綺麗ですね。キラキラ、キラキラした感じが前へ出ましたね。ここにネジあるから強さもちょっとこう、はい、ここのね、あれも固定できるから。これ音も確かに変わる感じしますね。ちゃうな。Thank you.
にバッコバコやってるんですけど、そう、うんうん、チューニング、まず車ね、うーわこれいきますね。いや的な感じですかね。的な感じでガチ購入しました。すいません、ありがとうございます。いや、もうこちらこそありがとうございます。これもなんか最終回みたいですよね。俺のチャンネル最終回。今までありがとう。今までありがとうございましたみたいな。明日も全然続きますから。ちょっとね、ぜひね、チェックしてみてください。はい。ぜひぜひ。ビッグボスで試せます。試せます。買えます。買えます。ありがとうございます。